そんな面倒事はきっぱりごめんこう思いますわ。おい山崎、事件前後にそのエフレに近づけたやつは何人くらい？そうですね、会場時間じゃなかったために一般人は入ってなかったですから、警備に当たっていた我々とアマント側からの警備団、それにこの博覧会の関係者くらいでしょうか。だったら話は早い。そいつらが外に出ねえように徹底して当たれ。俺たちの行為も決して甘いもんじゃない。紛失したにしろ盗まれたにしろ、おそらく F ではまだ会場内にあるはず。それなんですが区長、まだはっきりとはしませんが、何やらきな臭い連中が絡んでるって情報も入ってきてるんです。うおー、なんかあれかっけー、なんか光ってるしブンブン鳴ってるよ。すげくね、マジであれすげくね。何あれはジェダイの騎士が使う光の刀なんだって。光り輝く刀身は緑、赤、青の種類があって、それぞれ持ち主の字に合わせた効能があります。まさに敵を斬るためだけでなく、己の身を守るために開発された画期的刀です。だってさ、なんだかよくわからないけどすごいある。じゃあもうそんなダサい木刀なんかやめてスタイリッシュに決めてみたらどうあるか。どうすっかな。ここは思い切ってイメチェンしてみんのもいいけど。そういえば最近ちょっと踏ん張れねえんだよな。なんか避けそうで。これさえあれば生まれてくるやつがいくら頑固でも怖くないある。いざという時の踏ん張り力もアップね。力アップか。どうすっかな。でもどっちかってと塔の方が気になるんですよ。ちょっとちょっと、展示物に触っちゃダメじゃないですか。それ売り物じゃないんですってば、怒られちゃいますよ。バカ、こういうもんは触ってみねえとわかんねえだろ。商品の良し悪しなんだな。直に触れて自分の手で確かめてみなきゃ、不良品捕まされることになんだから。言っとくけどな、通販での買い物なんてもってのほかだぞ。通販で刀買ってる男がよく言うね。お前、そりゃ言わねえ約束だったろ。せっかく謎な感じの設定考えてたんだからさ。だからそれは商品じゃないっつってだろ。いい加減ベタベタ触るのやめろよ。そうですよ、他のお客さんもいるんだから。展示物に手を出すものではありません。こういうところはもう少しお行儀よく回らないと。一応侍の端くれなんですから。そういう姉上はさっきからもさもさ何食べてるんですか。バーゲンダッシュよ。いや、バーゲンダッシュはわかるんですけど、それって思いっきり展示されてるやつじゃないですか。嫌だわしんちゃん、バーゲンダッシュは食べ物よ、展示するもんじゃないわ。私、博覧会で行われる宇宙のバーゲンダッシュ展にどうしても来たかったのよ。宇宙中のバーゲンダッシュが一堂に集まるなんてまるで夢のような催しだわ。いや、ウフフじゃなくて、展示物に手を出しちゃダメでしょうが。そもそもバーゲンダッシュに宇宙もクソもないでしょう。騙されてますよ、姉上。ね、銀ちゃん、これどうやって使うね。私こういうの使ったことないからよくわからないよ。地の薬っつったら、とりあえずケツに刺すもんだろ。そんな感じでいいんじゃねえ。止まって直してくれるかどうかは知んねえけど、なんか
わだかまった心の扉を開いてくれそう的な。なるほど、だから銀ちゃん心の扉を開いてあげるね。ちょこっと扉の鍵穴を向けてみろ。あるいいや、俺の場合別の扉が開いちゃうかもしれないから。お前らもいい加減それから離れろよ。なんだよ、何気に気に入ってんのか。ちょうどいいじゃない、しんちゃんも直してもらいなさいね。ほら、最近イボジかもしれないって悩んでたじゃない。ちょっと姉上、いつから僕はイボジになったんですか。つか、それは地の薬決定か。刀って書いてあるだろ、刀って。これ、シンパチ、恥ずかしがってないで、とっととケツ向けろ。ある、お前は何さっきからうずうずしてんだよ。とりあえず誰でもいいからそれ刺したいだけなんじゃないのか。いじめだろ、これって新しいいじめの形だろ。まったく、あの連中と来たら暴れ放題好き放題ですね。いくらなんでも弾けすぎです。連れてきてやったこっちが弾かいてしまいますよ。まあそうそう、何度もやるような祭りじゃないんだ。こういう時は思いっきり楽しむっていうのが江戸っ子の心意気ってもんじゃないか。そら、あんたもしけた面してないでちった楽しちゃどうだ。せっかくの祭りなんだからさ。それともこういうところは苦手かい。だったら楽しみな。楽しむときに楽しめないようじゃ、ひねた大人になっちまうよ。まあ、どうしても気分が乗らないんだったらこれでも飲みな。何もかも忘れて幸せな気分になれるみたいな。キャッホー。てめえは弾けすぎなんだよ。何ガキに酒勧めてんだい。せめて TPO ぐらいはわきまえな。そういや、あんたら一度来たことあったんだっけ、コンクールだかなんだかで。そん時に見て回らなかったのかい。結局お前ら何しに行ったんだ。シンパチー、でけえへだな、おい。こんなとこだからって、そんな大音量でバレないとでも思ったのか。するか、そんなもん。会場に響き渡るってどんだけでけえへだよ。へえくらいで照れなさんなって。小学校の授業中じゃないんだからさ。へってのはな、体の中に溜まった負のオーラを放出する人類最後の決戦兵器だ。ただし密室での使用は敵のみならず、使用者も負のオーラに取り憑かれてしまいますので、ご使用の際は用法要領をよくお守りください。へえ。銀さ
覧会だからって無理からめちゃくちゃなことを説明口調にしなくていいですよ。それよりさっきの音、あのテントの中から聞こえてきてるみたいですけど。すんげえ人だかりだな、おい。なんか見せ物でもやってんのか？サーカス？一体何やるかそれ。マジでか。へえ、詳しいじゃないか。ひょっとして行ったことでもあるのかい？いや、私に惹かれてもね。まあ、そんなに楽しいもんだってんなら覗いてきてみちゃどうだい？見たい！そのサーカスめちゃ見たい。ある。そうだね、僕も見たことなんてないし、せっかくだからみんなで見ていきましょうよ。おいおい、あんなとこ並ぶのか？勘弁してくれよ、めんどくせえな。だいたいそんなの見てもなんのとこもねえだろ。娯楽を求めるのに損も得もありませんよ。いいじゃないですか、たまにはこういうのも。ほら、見たこともないような猛獣とか見られるかもしれませんよ。猛獣が見てんなら家にも一匹いいんだろう。それでいいじゃねえか。とりあえず行ってみろ。ある、見る前から文句を言うのはよろしくないね。だから俺は見るとかどうとかじゃなくて、並びたくねえんだって。だいたいいい年こいてサーカスもねえだろ。いいじゃないか、連れてってやんなよ。あんた、この子たちに働かせるだけ働かして、ろくな給料も払っちゃいないんだろ。たまにはねぎらってやんな。ああ、私は柄じゃないんだね。その辺で酒でも飲んでるさ。私ももう少しバーゲン出し店を見て回ってるわ。まだお土産も買ってませんから。てめえら俺だけに押し付けようってか。ねえ銀さん、銀ちゃん。ああ、分かったよ。たくしょうがねえな。手に入れたブツが偽物だと？はい、どうやら一杯食わされたようでして、一度失敗した後なんで、奴らの警戒も厳重なんですよ。ふざけやがって。それにしてもいつの間にすり替えやがったんだ。常にブツには貼らせてたが、そんな気配は全然なかったってのに。まさか、ブツはすでに他の場所に運ばれた後ってじゃ。いや、それにしちゃ奴らの警戒が厳重すぎる。おそらくは、ブツはまだこの会場内に。頭、ちょいといいですかい。どうしたい？いえ、ちょっと、表に妙な連中が入り込んでやして。それで銀さん、なんで僕たちこんなとこにいるんですか？なんでって、見たかったんじゃねえの、サーカス。これ見ろ、あんなにバカ正直に並ばなくても、こっち来りゃガラガラなんだからさ。ガラガラなんだからさじゃないでしょう。ここ思いっきり裏口じゃないですか。こういうところは関係者以外立ち入り禁止でしょ。入っちゃダメでしょ。怒られちゃうでしょ。んだよ、いちいち文句ばかり並べやがって。てめえは嫁をいびりたい盛りの仕事か。
サーカス見たいってダダこねたのはお前らだろ。せっかく連れてきてやったってのに。見たいってのは真っ当に見たいってことですよ。だいたいこんなとこ見つかったら。私は見ることができたらどこでもいいね。そういうことはお金払って真っ当に見るときに言ってよ。心配することはねえだろ。こんなとこから覗いてるやつがいるなんざ誰も思わねえって。ほーれカグラ、ハサミ貸せ。テントに穴開けるから。ガッテン承知。ガッテンじゃないよ。カグラちゃん悪なりしない。だいたいそんなとこに穴開けてどうすんですか。何言ってんの。穴がなけりゃ中の様子なんて見らんねえだろ。それとも何、お前何の変哲もないこんなテント見に来たの。お前は一生テントと見つめ合ってればいいやる。勝手に穴開けんなっつってんだよ。犯罪だろそれ。大丈夫だよ。見終わったら後でセロハンテープで直しとくから。図工とか得意だったんだから安心しろって。安心できるかバカ。ホラ君からもなんか言ってやってよ。うるせえ、後にしろ後に。今手が離せねえんだからさ。これもみんなお前らのためにやってんだからさ、少しぐらい感謝しろよ。今日の銀ちゃんは優しさに溢れてるおる。ちょっとときめいたよ。え？てめえら、こんなとこで何してやがる。怪しい奴らだ。ちょいと顔貸してもらおうか。ドワー。それで、こんなところまで入ってきたのですか。うん、サーカスってのはめさ楽しいとこだって聞いたよ。そこまで言うくらいならどんなもんかちょっと見てみたくなったある。そうですか。しかし当サーカスをご覧になりたければ表に並んでいただかないと。一応この場所は関係者以外立ち入り禁止となっておりますので。すんません、えらいすんません。二度と勝手に入ったりしませんので許してください。ほら、あんたらも頭下げて。でもこんな暑い中並んでらんないよ。そうそう、こんなクソ暑い日に並んでまで見るような見せ物かっつうだ。実際のとこどうなの。なんてこと言うんだてめえら。謝れ、全身全霊かけて謝れ。地面に額をこすりつけろバカ野郎。何者なんでしょうこいつら。ひょっとして幕府の回し者なんじゃ。まさか我々のことに感づいて。どうしやす。いやいや、始末するのは簡単だが、ここで騒ぎを起こすのはまずいだろう。幕府の連中だって目光らせてるわけだし。見たところただの見物客だ。放っておけ。とりあえずここは関係者以外立ち入りを禁止しておりますので、表にお並びください。はい、すいません。早速並ばせていただきます。